限界費用ゼロ社会。物のインターネットと共有型経済の台頭、ジェレミー・リフキン。第一章、市場資本主義から共同型コモンズへの一大パラダイムシフト。資本主義は、今、跡継ぎを生み出しつつある。それは、共同型コモンズで展開される、共有型経済だ。共有型経済は、19世紀初期に、資本主義と社会主義が出現して以来、初めてこの世に登場する新しい経済体制であり、したがって、これは、瞠目すべき歴史上の出来事と言える。共同型コモンズは、所得格差を大幅に縮める可能性を提供し、グローバル経済を民主化し、より生態系に優しい形で、持続可能な社会を生み出し、すでに、私たちの経済生活のあり方を変え始めている。どの親子もそうだろうが、これら二つの経済体制も、概ね協力し合うとはいえ、互いに反目することもある。そして、親である、資本主義は、我が子を養育し、成熟させてやらなければならないものの、子供の方も、親子関係が発展する中で、親のあり方を変えていく。資本主義は、共有型経済の発達を支える、新たなビジネスモデルやビジネス手法を生み出せる限り、存在し続け、我が子と共に生きていくことができる。実際、私たちは、すでに、一部が、資本主義市場、一部が、共同型コモンズにおける、共有型経済という、ハイブリッド経済の出現を目の当たりにしている。だが、今、そのごく初期の段階にあってさえ、次第に明らかになってきていることがある。それは、10世代以上にわたって、人間の本性に関する説得力ある物語を提供し、商業や対人関係や政治といった面で、日々の社会生活を支える包括的な構成体系を維持してきた資本主義体制が、すでに頂点を極め、徐々に衰退し始めているという事実だ。新たな経済体制への転換の指標は、まだ漠然としていて、事例が散見される程度だが、共同型コモンズにおける共有型経済は上げ潮に乗っており、2050年までには世界の大半で、経済生活の最大の担い手となる見込みだ。ますます合理化していく抜け目ない資本主義体制なら、主に、ネットワークサービスとネットワークソリューションの情報収集、提供業者として、新しい経済の変遷で栄え続け、新体制内の弱点を見つけては、それにつけ込み、強力なニッチプレイヤーとして繁栄できるだろうが、君臨することはもはやない。私たちは、部分的に市場を超越した世界へと移行しつつあり、次第に、相互依存の度合いを高めていく、グローバルな共同型コモンズで共に暮らす術を学んでいるのだ。大抵の人には、これが全くもって信じがたいことなのは承知している。私たちは、資本主義は、空気と同じで、自らの存続には不可欠であるという考え方にすっかり染まっているからだ。実際、哲学者や経済学者は何世紀にもわたり、自然を滑るものと同じ法則を使って、経済パラダイムの稼働ロジックを説明しようと手を尽くしてきた。だが、そうしたパラダイムは、実は自然現象ではなく人間の手になるものなのだ。経済パラダイムとしては、資本主義は目覚ましい成功を収めてきた。その歴史は、過去の経済パラダイムよりは比較的短くはあるが、良きにつけ悪しきにつけ、それが人類の歩みに与えた影響は、おそらく他のどんな経済パラダイムよりも劇的で広範に及ぶものだったと言っても、差し支えないだろう。狩猟採集生活から農耕生活への移行を除けば、皮肉にも資本主義の衰退は敵対勢力の手によってもたらされつつあるわけではない。敵の大軍が表門に押し寄せ、資本主義の伝道の壁を、今にも打ち崩そうとしてなどいない。全く逆だ。資本主義体制を蝕んでいるのは、それを支配している稼働ロジックそのものの劇的な成功の結果に他ならない。資本主義は、その核心に矛盾を抱えている。資本主義を絶頂へと果てしなく押し上げてきた、他ならぬその仕組みが、今や、この体制を破滅へと急激に押しやっているのだ。資本主義の凋落。資本主義は、人間生活のあらゆる面を、経済の舞台に上げるためにある。その舞台では、人間生活は商品と化し、財として市場で交換される。人間の営みのうち、この転換を免れたものは皆無に近い。私たちが口にする食べ物、飲む水、作って使う製品、関与する社会的関係、生み出すアイディア、費やす時間、果ては、私たちの何者たるかの実に多くを決める DNA さえも、すべて、この資本主義の大釜に放り込まれ、そこで再編され、値をつけられ、市場へ届けられる。歴史の大半にわたり、市場は、人が時折集まって財を交換する場だった。だが、今
私たちの日常生活の事実上、すべての面が何らかの形で商業的交換と結びついている。私たちは市場によって規定されているのだ。ところが、そこに矛盾がある。資本主義の稼働ロジックは、成功することによって失敗するようにできている。それが、どういうことか説明しよう。近代資本主義の父アダム・スミスは、代表作、国富論で、市場は、アイザック・ニュートンが発見した重力の法則と同じような形で稼働すると断定した。自然界には、いかなる作用にも、大きさが、等しく、向きが、逆の反作用があるのと同様、自己制御された市場においても、需要と供給とが均衡を保つ。財やサービスに対する消費者の需要が高まれば、売り手は、それに応じて価格を上げる。もし価格が高くなりすぎれば、需要が落ち込み、売り手は値下げせざるを得なくなる。フランスの啓蒙主義の哲学者で、スミス同様、古典派経済理論考案の立役者であるジャンバティスト・セイも、ニュートン力学からメタファーを借用して、右の前提に、第二の前提を加えた。経済活動は永続可能であり、ニュートンの第一法則、慣性の法則においてと同様、経済の力はひとたび始動したら、外部の力の作用を受けない限り、その運動を続けると、セイは推論した。彼は、製品は生み出されるや否や、それ自体の価値の限度まで、他の製品の市場を創出する。製品を一つ創出すれば、他の製品の刷毛口が直ちに開けると主張した製品が生み出されると、その製品の価値に、等しい所得が生産に関与したものにもたらされ、その所得が、すべて支出に回るので、それに見合った新たな製品の需要が生まれるという考え方。後の世代の新古典派経済学者たちは、性の法則を宣伝し、新しいテクノロジーは生産性を上げ、売り手が、前より安い単価でより、多くの財を生産するのを可能にすると主張した。前より安い財が、より多く供給されれば、今度は、それに対する需要が生まれ、その過程で、競争者は、独自のテクノロジーを発明して生産性を上げ、自らの財を、さらに安く販売し、顧客を取り戻すか、新たな顧客を引きつけるか、あるいはその両方をせざるを得なくなる。この過程全体が永久機関のように稼働する。新たなテクノロジーと生産性向上によって価格が下がると、消費者の手元にはお金が残り、それを別の用途に使えるようになり、こうして、売り手は、また、新たな競争へと駆り立てられる。ただし、一つ注意すべき点がある。こうした稼働ロジックは、競争的な市場を前提としている。単独あるいは少数の売り手が、競争相手よりも早く成長し、彼らを排除して、市場を独占あるいは寡占できれば、とりわけ、当該の財やサービスが必須であれば、買い手には、ほとんど、他に選択肢がないので、価格を、人為的に高く保つことができる。その場合、独占者や寡占者が、省力型の新たなテクノロジーをもたらして生産性を上げ、価格を下げ、競争力を維持する必要もなければ、そうする気にもならないだろう。短期間ではあるにせよ、こうした事態が起こるのを、私たちは、歴史を通して繰り返し目にしてきた。とはいえ、長期的には、新たな競争者が決まって登場し、テクノロジーを飛躍的に発展させ、類似の、あるいは、代替の財やサービスの生産性を上げ、価格を下げ、市場の独占体制を崩してきた。だが、資本主義の経済理論の指針となるこうした前提を、その論理的帰結まで突き詰めたとしよう。こんな筋書きを想像してほしい。資本主義体制の稼働ロジックが、あらゆる人の想像を絶するまでの成功を収め、この競争過程の結果としてこれ以上ないというほどの極限生産性に、そして、経済学者が最適一般福祉と呼ぶものに至るとする。それは、資本主義経済の最終段階において、熾烈な競争によって、無駄を極限まで削ぎ落とすテクノロジーの導入が強いられ、生産性を最適状態まで押し上げ、限界費用、すなわち、財を一単位追加で生産したり、サービスを1ユニット増やしたりするのにかかる費用が、ほぼゼロに近づくことを意味する。言い換えれば、財やサービスの生産量を1ユニット増加させるコストが固定費を別にすれば、実質的にゼロになり、その製品やサービスが、ほとんど無料になるということだ。仮に、そんな事態に至れば、資本主義の明脈とも言える利益が枯渇する。市場交換経済では、利益は、利ざやの形で得られる。例えば、私は、作家として、自らの知的仕事の成果を出版社に売り、前払い金と、将来は印税を受け取るのだが、原稿が本となって、最終的な買い手に行き着くまでには、外部の原稿整理編集者や製版業者、印刷業者、
卸売業者、運送、倉庫業者、小売業者の手を経る。この過程に携わる者が、それぞれ、自らの仕事に見合うだけの利幅をコストに上乗せする。だが、書籍の製造と流通の限界費用が、ほぼゼロまで急落したらどうだろう？実は、これはすでに起こりつつある。次第に、多くの作家が、出版社や編集者、印刷業者、卸売業者、運送、倉庫業者、小売業者を迂回して、作品をインターネットにアップし、非常に廉価で、あるいは無料で、入手可能にしている。一冊一冊の販売と流通のコストはゼロに近い。コストは、作品を生み出すのにかかった手間と、コンピューターを使用してインターネットに接続する料金に限られる。電子書籍は、限界費用が、ほぼゼロでの制作、流通が可能なのだ。ますます、多くの情報が、ほぼ無料で何十億という人の手に渡るようになってくるにつれ、限界費用がほぼゼロとなる現象は、すでに、出版、通信、娯楽の各業界に大打撃を与えている。今日、ネットワーク化された共同型世界で、人類の3分の1以上が、比較的安価な携帯電話やコンピューターで、独自の情報を生み出し、それを、映像や音声や文字を介して、限界費用が、ほぼゼロでシェアしている。そして、今、限界費用ゼロ革命は、再生可能エネルギー、製造業における 3D プリンティング、オンラインの高等教育を含む、その他のビジネス部門にも影響を及ぼし始めている。すでに、世界中で何百万という生産消費者、自らが消費するものの生産者となった消費者が、自らが使う環境に、優しい電力を、限界費用が、ほぼゼロで生産している。約10万人が、趣味で 3D プリンターを用い、限界費用が、ほぼゼロで、独自の品物を製造している。その一方で、限界費用が、ほぼゼロで運営されている、無料の大規模公開オンライン講座 MOOC、MOOC には、600万の学生が登録して、世界でも、有数の教授たちの教えを受け、大学の単位を取得している。これら3つの例では、皆、先行投資のコストは、依然として比較的高いものの、どの部門も、急激な上昇カーブを描いて成長しており、過去数十年の間に、コンピューターの演算処理能力が飛数曲線を描いて上昇し、限界費用がほぼゼロに落ちたのに似ている。今後、2、30年以内に、広大な大陸ネットワークとグローバルネットワークの中のプロシューマーは、限界費用がほぼゼロで、グリーンエネルギーをはじめ、有形の財やサービスをも生み出してシェアし、オンラインの仮想教室で学ぶようになり、ほぼ、無料の財とサービスの時代へと経済を突入させるだろう。限界費用をほぼゼロに導く革命の当事者の多くは、次のように主張する。ほぼ、無料の財とサービスが、今より、はるかに広く普及するだろうが、それによって、新たな機会が生まれ、十分に利益の出る財やサービスを新たに生み出し、成長を維持し、資本主義体制の繁栄さえ促すだろう、と。ワイヤード氏の元編集長クリス・アンダーソンは、製品を無料で与えることで、潜在的な顧客に、別の製品を買わせる手法は、昔から使われていることを指摘し、使い捨てカミソリを初めて大量生産したジレット社の例を挙げている。同社は、カミソリを無料で配布して消費者を釣り、そのカミソリに装着する買い板を買うように仕向けたのだ。同様に、今日のミュージシャンは、しばしば、自らの音楽を、何百万も、の人が無料でシェアできるように、オンラインで提供し、熱心なファンを獲得して、有料のライブコンサートに来てもらおうとする。ニューヨークタイムズ氏とエコノミスト氏は、オンラインで何百万もの人に一部の記事を無料提供し、その読者の何パーセントかがもっと詳しい記事を有料購読することを願っている。この意味では、無料というのは有料の購入に向けた顧客基盤構築のためのマーケティング上の工夫なのだ。だが、そのような期待は先見の明がなく、見通しが甘すぎですらあるかもしれない。社会の経済生活を形作る財やサービスの次第に多くが、限界費用はほぼゼロに向かってじりじりと進み、ほぼ無料になるにつれ、資本主義市場は、もっと狭いニッチへと後退し、営利企業は、非常に特化した製品やサービスを購入する、縮小の一途をたどる消費者基盤を頼りに、経済の変遷部で飲み生き延びることになる。限界費用がほぼゼロとなる事態に、真っ向から立ち向かいたくないという気持ちはよくわかる。ビジネス界の主流派は、全員ではない、偽、よーくが、未来の世界で、経済生活がどう進展するか想像できない。そこでは、財とサービスの大半がほぼ無料となり、利益が消滅し、所有権が意味を失い、市場は不要となる。その折には、
どうしたらよいのか？経済学者の予言。ようやくそう問い始めた人々がいる。彼らは、現代的な経済学理論を築き上げた偉人の一部が、当の昔に、その問題を垣間見ていたという事実を知ったら、少しは、気が楽になるかもしれない。例えば、ジョン・メイナード・ケインズやロバート・ハイルブローナー、ワシリー・レオンチェフといった経済学者は、資本主義の発展がはらんでいる決定的な矛盾について述考している。彼らは、遠い将来、新しいテクノロジーが、大幅に生産性を上げるとともに価格を下げ、新たな局面を招くのではないかと考えた。20世紀前期、シカゴ大学教授だったオスカー・ランゲは、成熟した資本主義の根底にある問題の難しさをよく捉えていた。すなわち、生産性を向上させ、価格を下げる新しいテクノロジーのイノベーションを目指すことで、資本主義体制は、自らの首を絞めることになるというのだ。1936年、彼は、大恐慌の苦難の最中に書いた文章で、生産手段の私的所有制度は、果たして、経済の発展をいつまでも促し続けるのか、それとも、テクノロジーが進歩する特定の段階で、制度の成功そのものが、さらなる前進の足かせになるのかと問うた。ランゲは次のように述べている。事業主は、財やサービスの価格を下げるテクノロジーのイノベーションを導入すると、時代遅れの生産手段しか持たない競争相手に対して、一時的に優位に立つ。相手が投資していた生産手段の価値は下がる。そのため、競争相手は、独自のテクノロジーのイノベーションを導入して応じざるを得なくなり、またしても生産性が上がり、価格が下がり、さらなる競争が煽られる。だが、市場の大半を、一握りの企業が守備よく抑え、独占あるいは寡占状態を確立している成熟した業界では、それらの企業は、時代遅れのテクノロジーに投下した資本の価値を守るために、経済がさらに発展するのを何としても阻もうとするはずだ。ランゲはこう述べている。すでに投下した資本の価値の維持が、事業主の主たる関心事となった時には、経済のさらなる発展は停止、あるいは、少なくとも、大幅な減速を余儀なくされる。この成り行きは、業界の一部が独占的地位を享受している時には、ことさら顕著なものとなる。業界の強力な担い手たちは、新たな企業やイノベーションが入ってくるのを制限しようとすることが多い。だが、すでに投下した資本の価値を守るために、より生産性の高い新テクノロジーの導入を遅らせたり止めたりすると、利益の上がる新たな機会に資本が投下されるのが妨げられ、悪循環が始まる。利益をもたらす新たな投資対象に資本が移れなければ、経済は徐々に失速する。ランゲは、資本家同士を競わせる戦いを、次のように、明確な言葉で説明している。資本主義体制は、旧来の投資対象を保護するために、経済の発展を止める試みと、そうした試みが失敗した時に起こる途方もない破綻の繰り返しによって揺らぎ、安定性を失う。経済発展を妨げる試みは、決まって失敗する。新しい起業家が、資本主義体制の外縁を絶えずうろつきながら、生産性を上げてコストを削減するイノベーションを探し回り、競争相手よりも低い価格で消費者を勝ち取るからだ。ランゲが概説した競争は、長期的には過酷なものとなり、生産性の向上が、しきりに、コストと価格を下げ、利幅を、いやおうなく縮める。今日のエコノミストの大半は、無料に近い産やサービスの時代を、不安な面持ちで眺めるだろうが、過去の経済学者の中には、この展望に、慎重を期しつつも、強い関心を示す者が多少はいた。今なお、相当の重みを持つ経済理論を打ち立てた、畏敬すべき20世紀の経済学者ケインズは、我が孫たちの経済的可能性と題する小論を1930年に物した。それが発表されたのは、1929年に突如として始まった経済の下降が、実は、どん底へと向かう長い落ち込みの始まりであることに、何百万ものアメリカ人が薄々気づき出した頃だった。ケインズが見て取ったように、新しいテクノロジーは、空前の勢いで生産性を向上させ、財やサービスのコストを削減していた。また、財やサービスを生み出すのに、必要な人間の労働を劇的に減らしてもいた。ケインズは、その状況を表す信号を考え出しさえし、それを、自らの読者に伝えた。これからの年月には、技術的失業という言葉を、何度となく耳にすることだろう。これは、労働力の新たな使途を発見し得る速さを、労働力の使用を節減する手段の発見が凌駕するために生じる失業を指す。ただし、ケインズは、急いでこう言い添える。技術的失業は、短期的には、人々を苦しめるものの、人類が、自らの経済の問題を解決していることを意味するから、
長期的には大いなる恩恵である、と。こうした必要が満たされ、さらなる勢力を、経済以外の目的に傾けたくなる時が、間もなく、ことによると、私たち全員が思っているよりも、ずっと早く、到来するかもしれないとケインズは考えていた。彼は、機械が、ほぼ無料の財やサービスを潤沢に生み出し、人類を、労役や苦難から解放し、そのおかげで、人間が、金銭上の利益に、ばかり心を奪われず、いかに生きるべきか、や従来の枠を超えることの探求にもっと集中できるような未来の到来を待望していた。早くも、1930年代に、ランゲとケインズは、共に、資本主義体制の核心にある矛盾を予見していた。すなわち、生産性を押し上げ、限界費用を押し下げるという、競争的市場に、固有の企業家のダイナミズムだ。消費者が、製品の限界費用だけしか支払わないような経済こそ、最も効率的であることを、経済学者は昔から理解していた。だが、消費者が限界費用しか支払わず、その限界費用が、急速にゼロに近づいていけば、企業は、投資収益と十分な利益を確保して株主を満足させることができなくなるだろう。したがって、業界の大手は、市場優位性を得て独占的支配力を確保し、自らが販売している製品の限界費用より高い価格で買わせようとするだろう。そして、見えざる手によってせき立てられた市場が、限界費用が、ほぼゼロの、最も効率的な経済を目指し、ほぼ、無料の財とサービスの実現に向かうのを防ごうとする。このジレンマは、資本主義の理論と実践の根底にある、固有の矛盾なのだ。ランゲとケインズが初見を述べてから80年が過ぎた今、現代のエコノミストたちが、資本主義体制の矛盾をはらんだ仕組みに改めて注目している。新しいテクノロジーが、限界費用が、ほぼゼロの時代に、社会を急速に向かわせる中で、市場経済を自滅させることなく機能させるにはどうしたらよいか、確信が持てないからだ。クリントン政権の財務長官で、ハーバード大学元総長のローレンス・サマーズと、カリフォルニア大学バークリー校の経済学教授 J. ブラッドフォード・デロングも、2001年8月、カンザスシティ連邦準備銀行が開いた、情報経済のための経済政策というシンポジウムで発表した共同論文で、この資本主義のジレンマを取り上げた。当時、新しい情報テクノロジー、IT と、幕を開けたばかりのインターネット通信革命が、その後の数十年間に、資本主義体制を、限界費用がほぼゼロという現実に至らしめる勢いだったので、状況は、ケインズの時代より、ずっと切実になっていた。サマーズとデロングの懸念の中心は、台頭してきた、データ処理テクノロジーと通信テクノロジーだった。これらの、知覚を揺るがすようなイノベーションは、ビジネス活動の全面的な再編を強要しており、その及ぼし得る影響の幅広さは、電気の登場に匹敵する、と二人は書いている。サマーズとデロングによれば、進行中のテクノロジーの変革は、限界費用を劇的に押し下げるとのことで、これが、彼らの論考の出発点となった。経済効率の、最も基本的な条件、価格が限界費用と等しくなることと彼らは認めた。二人は、さらに、情報財の場合、流通の社会的コストと限界費用はゼロに近いことも認めた。ここで、問題のパラドックスに行き着く。サマーズとデロングは、次のように主張する。もし、情報財が、生産限界費用、つまり無料で流通するとしたら、消費者への販売から得られた売上を使って費用を賄う企業は、そうした財を創造し、生産することができない。情報財を創造して生産するためには、自社の製品を誰かに売って利益を得ることが見込めなくてはならない。サマーズとデロングは、政府が助成金を出して初期費用を賄うことには反対だった。行政の官僚主義、集団占領、形式的手続きといった端緒が、市場の起業家の活力を台無しにするからだという。この二人の名高いエコノミストは、規模の拡大に伴う、相当な収穫低増、限界生産力の増加。追加的な原材料の投入に対する産出量の増え方が、生産の拡大とともに上昇していくことという条件下で財が生産される経済において、イノベーションを保護する最善の方法は、政府による介入ではなく、短期的な自然独占を奨励することかもしれないと、しぶしぶながら示唆した。そして、サマーズとデロングは、一時的独占がもたらす力と利益は、民間企業を、そのようなイノベーションへと駆り立てるのに必要な報酬であると主張した。だが、二人は、共に、これが、結局、民間企業を苦境に立たせることに気づいていたので、自然の独占は、経済効率の、最も基本的な条件。価格が、限界費用と等しくなる。
を満たさないことを認めた。事実、エコノミストなら誰もが知っている通り、独占の手法は、将来の競争相手が生産性を上げ、限界費用を削減し、顧客に販売する価格を下げるような新たなイノベーションの導入を抑制するというものだ。それでも、サマーズとデロングは、新しい経済においては、この独占は、前進するための唯一の方法かもしれないと結論した。そして、二人は、驚くべきことに、こう告白した。複雑に絡み合ったこれらの問題について、どう考えるのが正しいかは不明だが、競争的なパラダイムが、完全に適切ではありえないことは、明らかだ。とはいえ、いかなるパラダイムが、それにとって変わるのにふさわしいかは、依然として不明である。サマーズとデロングは、気がつくと救いようのない状況に陥っていた。エコノミストや起業家は、資本主義体制を自滅させるつもりなどなかった。この体制が永遠に君臨すると見込んでいたが、その稼働ロジックを注意深く眺めると、将来、限界費用がほぼゼロまで下がる時代が必然的に訪れることが明らかになる。限界費用がほぼゼロの社会は、一般の福祉を増進するには、この上なく効率的な状態であり、資本主義の究極の勝利を象徴している。ところが、その勝利の瞬間に、資本主義は、世界の表舞台から退場せざるを得ないのだ。資本主義は、自らを失業に追い込むことは、まずありえないものの、限界費用が、ほぼゼロの社会へ限りなく近づく中で、かつては比類のなかったその力は、次第に目減りし、希少性ではなく、潤沢さを特徴とする時代においては、全く新たな経済生活が構成されていくことは明白だ。経済のパラダイムを変える。進展する情報化時代に、資本主義の理論と実践が直面する矛盾と難題について、サマーズとデロングが書いた論文の中で、最も興味を惹かれる下りは、いかなるパラダイムがそれにとって変わるのにふさわしいかは、依然として不明であるという見解だ。新たなパラダイムがとって変わる可能性について、二人がわざわざ言及したところから、異常な事態が積み重なって、既存の経済体制の長期的な存続可能性に、暗い影を落としていることが伺われる。どうやら、私たちは、経済パラダイムの根本的転換の初期段階にあるようだ。次第に、多くの財やサービスがほぼ無料になる社会を構成するのに、もっとふさわしい新しい経済の雛形が、資本主義時代の黄昏の中で出現しつつある。パラダイムシフトという言葉は、近年、事実上、どんな種類の変化をも指して、むやみに使われているので、パラダイムという用語を日常会話にも登場させるきっかけとなった科学革命の構造の著者トーマス・クーンの言葉に立ち戻ってみると良いかもしれない。クーンの言うパラダイムとは、信念と仮定からなるシステムのことで、そうした信念と仮定は一体となって作用し、統合された一つの世界観を確立し、その信憑性と説得力から、ほぼ現実のものとみなされる。そして、クーンは、ニュートン物理学やダーウィンの進化論のように、科学の分野でスタンダードとなり、ほぼ普遍的に受け入れられているモデルを指して、この用語を使った。あるパラダイムが人口に解釈するかどうかは、そのパラダイムが、現実を、どれだけ網羅的に記述できるかにかかっている。パラダイムは一旦受け入れられると、その中核をなす前提に疑義を差し挟むのは、あたかも、自然の摂理に歯向かうかのようで、仮に不可能ではないにせよ、難しくなる。世の中についての他の見方が相手にされることもほとんどない。というのも、そうした見方は、あまりにも明快な事実として受け入れられているものに真っ向から反するからだ。だが、このようにある見方を無条件に受容し、別の見方を思い描くことを拒絶すると、次第に矛盾が積み重なり、ついには、臨界点に達して、既存のパラダイムが解体される。そして、そこに見られた、特異な例や洞察、新たな展開を、もっとうまく新しい包括的な説明にまとめられるような新しい解釈のパラダイムにとって変わられるのだ。経済活動を効率的に構成するための最善の仕組みとして長年にわたって受け入れられてきた資本主義のパラダイムは今や二つの方面から攻撃されている。第一の方面では生態学関連の諸科学や化学、生物学、工学、建築学、都市計画、IT などの従来は別個だった領域をまとめた新世代の学際的研究者たちが、熱力学の法則に基づく新たな理論経済学を持ち出して、標準的な経済理論、ニュートン物理学のメタファーと結びついたものの正当性を問うている。経済活動とエネルギーの諸法則によって課された生態学上の制約との分かちがたい関係については、標準的な資本主義理論は、事実上何も語っていない。古典派や新古典派の経済理論においては、
地球の生物圏を支配するダイナミクスは、経済活動にとって、単なる外部効果、すなわち、資本主義体制全体の働きには、実質的影響をほとんどもたらさない、微小で調整可能な要因に過ぎないのだ。従来のエコノミストは、熱力学の法則が、あらゆる経済活動を支配していることに気づいていない。熱力学の第一法則と第二法則は、宇宙のエネルギーの総量は不変で、エントロピー、物と熱の拡散の度合いを示す物理量の総量は絶えず増加しているとしている。第一法則、エネルギーの保存則は、エネルギーは生み出すことも消し去ることもできない。つまり、宇宙のエネルギーの量は、開闢以来同時ままだったし、世が終わりを迎えるまで変わらないと断定している。エネルギーの量は不変だが、その形態は絶えず変化している。ただし、その変化は、有効エネルギーから無効エネルギーへという、一方向的なものだ。ここで、熱力学の第二法則が効力を発揮する。この第二法則によれば、エネルギーは、常に、熱から冷やへ、集中から分散へ、秩序から無秩序へと移動する。例えば、石炭の塊が燃えても、エネルギーの総量は不変だが、二酸化炭素や二酸化硫黄などの気体になって、大気中に分散する。失われたエネルギーはないものの、分散したエネルギーは、もはや有用な仕事を成し得ない。こうして、もう利用できないエネルギーが増えると、エントロピーも増大する。あらゆる経済活動は、自然界に、固体、液体、あるいは気体で存在する有効エネルギーを利用し、財やサービスに変えることで生じる。生産、貯蔵、流通の過程の各段階で、自然界の資源を、財やサービスに転換するのに、エネルギーが使われるのだ。製品やサービスに、どのようなエネルギーが取り込まれていようと、その代償として、価値連鎖、製品やサービスが生産されて顧客に届くまでに付加価値を生み出すプロセスの連鎖に沿って経済活動を進める際に有効エネルギーが使われ、失われている、つまり、エントロピーの付けを貯めている。私たちが生産する際は、最終的には消費され、廃棄され、自然界にリサイクルされ、またしてもエントロピーを増大させる。工学者と科学者が指摘する通り、経済活動においては、自然界の資源を経済的価値に変える過程で、エネルギーの消費の増加は決してなく、有効エネルギーの損失あるのみだ。唯一の疑問は、いつそのツケが回ってくるか、だ。実は、エントロピーを増大させる一方の工業化時代のツケは、すでに回ってきている。膨大な量の炭素エネルギーを燃やして、大気中に放出した二酸化炭素が累積し、気候変動が起こり、地球の生物圏が大規模に破壊され、既存の経済モデルに疑問の声が上がっている。それにもかかわらず、経済学は、概して、経済活動が、熱力学の法則によって左右されるという事実に、まだ向き合っていない。経済学者が、自らの扱う主題を明らかに誤解しているために、自然科学と社会科学における他の様々な専門分野の学者が、現行のパラダイムの再考を強いられている。これについては、前著、第三次産業革命、原発後の時代へ、経済、政治、教育をどう変えていくかのアダム・スミスとの決別と題した章で詳しく述べた。第二の方面では、強力で新しいテクノロジーのプラットフォーム、基盤が、第二次産業革命の信号から現れつつあり、先に述べたように、資本主義イデオロギーの中心的矛盾は、急速に終局を迎えつつある。既存のコミュニケーションのインターネットが、デジタル化された再生可能エネルギーのインターネットや自動化された輸送とロジスティクス、物流のインターネットと一体化して、すべてを漏れなく結びつける21世紀の知的インフラである、IoT、インターネット、オブ、シングスもののインターネットが形成されつつあり、それが、第三次産業革命を引き起こしている。IoT は、早くも生産性を押し上げ、多くの財やサービスを生産する限界費用をほぼゼロに近づけ、それらの財やサービスを、実質的に無料にし、出現しつつある共同型コモンズでシェア可能にしている。その結果、企業の利益が枯渇したり、財産権の効力が弱まったり、希少性に基づく経済が、潤沢さに基づく経済に、徐々に道を譲ったりし始めている。この続きが気になる方は、本を購入して読んでみてください。終わり。独自のテクノロジーのイノベーションを導入して応じざるを得なくなり、またしても生産性が上がり、価格が下がり、さらなる競争が煽られる。だが、市場の大半を、一握りの企業が守備よく抑え、独占あるいは寡占状態を確立している成熟した業界では、それらの企業は、時代遅れのテクノロジーに投下した資本の価値を守るために、経済がさらに発展するのを何としても阻もうとするはずだ。
ランゲはこう述べている。すでに投下した資本の価値の維持が、事業主の主たる関心事となった時には、経済のさらなる発展は停止、あるいは、少なくとも、大幅な減速を余儀なくされる。この成り行きは、業界の一部が独占的地位を享受している時には、ことさら顕著なものとなる。業界の強力な担い手たちは、新たな企業やイノベーションが入ってくるのを制限しようとすることが多い。だが、すでに投下した資本の価値を守るために、より生産性の高い新テクノロジーの導入を遅らせたり止めたりすると、利益の上がる新たな機会に資本が投下されるのが妨げられ、悪循環が始まる。利益をもたらす新たな投資対象に資本が移れなければ、経済は徐々に失速する。ランゲは、資本家同士を競わせる戦いを、次のように、明確な言葉で説明している。資本主義体制は、旧来の投資対象を保護するために、経済の発展を止める試みと、そうした試みが失敗した時に起こる途方もない破綻の繰り返しによって揺らぎ、安定性を失う。経済発展を妨げる試みは決まって失敗する。新しい企業家が、資本主義体制の外縁を絶えずうろつきながら、生産性を上げてコストを削減するイノベーションを探し回り、競争相手よりも低い価格で消費者を勝ち取るからだ。ランゲが概説した競争は、長期的には過酷なものとなり、生産性の向上が、しきりに、コストと価格を下げ、利幅を、いやおうなく縮める。今日のエコノミストの大半は、無料に近い遺産やサービスの時代を、不安な面持ちで眺めるだろうが、過去の経済学者の中には、この展望に、慎重を期しつつも、強い関心を示す者が多少はいた。今なお、相当の重みを持つ経済理論を打ち立てた、異形すべき20世紀の経済学者ケインズは、我が孫たちの経済的可能性と題する小論を1930年にものした。それが発表されたのは、1929年に突如として始まった経済の下降が、実は、どん底へと向かう長い落ち込みの始まりであることに、何百万ものアメリカ人が薄々気づき出した頃だった。ケインズが見て取ったように、新しいテクノロジーは、空前の勢いで生産性を向上させ、財やサービスのコストを削減していた。また、財やサービスを生み出すのに、必要な人間の労働を劇的に減らしてもいた。ケインズは、その状況を表す信号を考え出しさえし、それを、自らの読者に伝えた。これからの年月には、技術的失業という言葉を、何度となく耳にすることだろう。これは、労働力の新たな使途を発見し得る速さを、労働力の使用を節減する手段の発見が凌駕するために生じる失業を指す。ただし、ケインズは、急いでこう言い添える。技術的失業は、短期的には、人々を苦しめるものの、人類が、自らの経済の問題を解決していることを意味するから、長期的には大いなる恩恵である、と。こうした必要が満たされ、さらなる勢力を、経済以外の目的に傾けたくなる時が、間もなく、ことによると、私たち全員が思っているよりも、ずっと早く、到来するかもしれないとケインズは考えていた。彼は、機械が、ほぼ無料の財やサービスを潤沢に生み出し、人類を、労役や苦難から解放し、そのおかげで、人間が、金銭上の利益に、ばかり心を奪われず、いかに生きるべきか、や従来の枠を超えることの探求にもっと集中できるような未来の到来を待望していた。早くも、1930年代に、ランゲとケインズは、共に、資本主義体制の核心にある矛盾をよ、限界費用ゼロ社会、もののインターネットと、共有型経済の台頭、ジェレミー・リフキン。第一章、市場資本主義から共同型コモンズへの一大パラダイムシフト。資本主義は、今、跡継ぎを生み出しつつある。それは、共同型コモンズで展開される、共有型経済だ。共有型経済は、19世紀初期に、資本主義と社会主義が出現して以来、初めてこの世に登場する新しい経済体制であり、したがって、これは、瞠目すべき歴史上の出来事と言える。共同型コモンズは、所得格差を大幅に縮める可能性を提供し、グローバル経済を民主化し、より生態系に優しい形で、持続可能な社会を生み出し、すでに、私たちの経済生活のあり方を変え始めている。どの親子もそうだろうが、これら二つの経済体制も、おおむね協力し合うとはいえ、互いに反目することもある。そして、親である、資本主義は、我が子を養育し、成熟させてやらなければならないものの、子供の方も、親子関係が発展する中で、親のあり方を変えていく。資本主義は、共有型経済の発達を支える、新たなビジネスモデルやビジネス手法を生み出せる限り、存在し続け、
マカコと共に生きていくことができる。実際、私たちは、すでに、一部が、資本主義市場、一部が、共同型コモンズにおける、共有型経済という、ハイブリッド経済の出現を目の当たりにしている。だが、今、その極初期の段階にあってさえ、次第に明らかになってきていることがある。それは、10世代以上にわたって、人間の本性に関する説得力ある物語を提供し、商業や対人関係や政治といった面で、日々の社会生活を支える包括的な構成体系を維持してきた資本主義体制が、すでに頂点を極め、徐々に衰退し始めているという事実だ。新たな経済体制への転換の指標は、まだ漠然としていて、事例が散見される程度だが、共同型コモンズにおける共有型経済は上げ潮に乗っており、2050年までには世界の大半で、経済生活の最大の担い手となる見込みだ。ますます合理化していく抜け目ない資本主義体制なら、主に、ネットワークサービスとネットワークソリューションの情報収集、提供業者として、新しい経済の変遷で栄え続け、新体制内の弱点を見つけては、それにつけ込み、強力なニッチプレイヤーとして繁栄できるだろうが、君臨することはもはやない。私たちは、部分的に市場を超越した世界へと移行しつつあり、次第に、相互依存の度合いを高めていく、グローバルな共同型コモンズで共に暮らす術を学んでいるのだ。大抵の人には、これが全くもって信じがたいことなのは承知している。私たちは、資本主義は、空気と同じで、自らの存続には不可欠であるという考え方にすっかり染まっているからだ。実際、哲学者や経済学者は何世紀にもわたり、自然を滑るものと同じ法則を使って、経済パラダイムの稼働ロジックを説明しようと手を尽くしてきた。だが、そうしたパラダイムは、実は自然現象ではなく人間の手になるものなのだ。経済パラダイムとしては、資本主義は目覚ましい成功を収めてきた。その歴史は、過去の経済パラダイムよりは比較的短くはあるが、良きにつけ悪しきにつけ、それが人類の歩みに与えた影響は、おそらく他のどんな経済パラダイムよりも劇的で広範に及ぶものだったと言っても、差し支えないだろう。狩猟採集生活から農耕生活への移行を除けば、皮肉にも資本主義の衰退は敵対勢力の手によってもたらされつつあるわけではない。敵の大軍が表門に押し寄せ、資本主義の伝道の壁を、今にも打ち崩そうとしてなどいない。全く逆だ。資本主義体制を蝕んでいるのは、それを支配している稼働ロジックそのものの劇的な成功の結果に他ならない。資本主義は、その核心に矛盾を抱えている。資本主義を絶頂へと果てしなく押し上げてきた、他ならぬその仕組みが、今や、この体制を破滅へと急激に押しやっているのだ。資本主義の凋落。資本主義は、人間生活のあらゆる面を、経済の舞台に上げるためにある。その舞台では、人間生活は商品と化し、財として市場で交換される。人間の営みのうち、この転換を免れたものは皆無に近い。私たちが口にする食べ物、飲む水、作って使う製品、関与する社会的関係、生み出すアイディア、費やす時間、果ては、私たちの何者たるかの実に多くを決める DNA さえも、すべて、この資本主義の大釜に放り込まれ、そこで再編され、値をつけられ、市場へ届けられる。歴史の大半にわたり、市場は、人が時折集まって財を交換する場だった。だが、今日、私たちの日常生活の事実上、すべての面が、何らかの形で商業的交換と結びついている。私たちは、市場によって規定されているのだ。ところが、そこに矛盾がある。資本主義の稼働ロジックは、成功することによって失敗するようにできている。それが、どういうことか説明しよう。近代資本主義の父アダム・スミスは、代表作、国富論で、市場は、アイザック・ニュートンが発見した重力の法則と同じような形で稼働すると断定した。自然界には、いかなる作用にも、大きさが、等しく、向きが、逆の反作用があるのと同様、自己制御された市場においても、需要と供給とが均衡を保つ。財やサービスに対する消費者の需要が高まれば、売り手は、それに応じて価格を上げる。もし価格が高くなりすぎれば、需要が落ち込み、売り手は値下げせざるを得なくなる。フランスの啓蒙主義の哲学者で、スミス同様、古典派経済理論考案の立役者であるジャンバティスト・セイも、ニュートン力学からメタファーを借用して、右の前提に、第二の前提を加えた。経済活動は永続可能であり、ニュートンの第一法則、慣性の法則においてと同様、経済の力はひとたび始動したら、
外部の力の作用を受けない限り、その運動を続けると、セイは推論した。彼は、製品は生み出されるや否や、それ自体の価値の限度まで、他の製品の市場を創出する。製品を一つ創出すれば、他の製品の刷毛口が直ちに開けると主張した製品が生み出されると、その製品の価値に、等しい所得が生産に関与したものにもたらされ、その所得が、すべて支出に回るので、それに見合った新たな製品の需要が生まれるという考え方。後の世代の新古典派経済学者たちは、性の法則を宣伝し、新しいテクノロジーは生産性を上げ、売り手が、前より安い単価でより、多くの財を生産するのを可能にすると主張した。前より安い財が、より多く供給されれば、今度は、それに対する需要が生まれ、その過程で、競争者は、独自のテクノロジーを発明して生産性を上げ、自らの財を、さらに安く販売し、顧客を取り戻すか、新たな顧客を引きつけるか、あるいはその両方をせざるを得なくなる。この過程全体が永久機関のように稼働する。新たなテクノロジーと生産性向上によって価格が下がると、消費者の手元にはお金が残り、それを別の用途に使えるようになり、こうして、売り手は、また、新たな競争へと駆り立てられる。ただし、一つ注意すべき点がある。こうした稼働ロジックは、競争的な市場を前提としている。単独あるいは少数の売り手が、競争相手よりも早く成長し、彼らを排除して、市場を独占あるいは寡占できれば、とりわけ、当該の財やサービスが必須であれば、買い手には、ほとんど、他に選択肢がないので、価格を、人為的に高く保つことができる。その場合、独占者や寡占者が、省力型の新たなテクノロジーをもたらして生産性を上げ、価格を下げ、競争力を維持する必要もなければ、そうする気にもならないだろう。短期間ではあるにせよ、こうした事態が起こるのを、限界費用が、ほぼゼロに落ちたのに似ている。今後、30年以内に、広大な大陸ネットワークとグローバルネットワークの中のプロシューマーは、限界費用がほぼゼロで、グリーンエネルギーをはじめ、有形の財やサービスをも生み出してシェアし、オンラインの仮想教室で学ぶようになり、ほぼ、無料の財とサービスの時代へと経済を突入させるだろう。限界費用をほぼゼロに導く革命の当事者の多くは、次のように主張する。ほぼ、無料の財とサービスが、今より、はるかに広く普及するだろうが、それによって、新たな機会が生まれ、十分に利益の出る財やサービスを新たに生み出し、成長を維持し、資本主義体制の繁栄さえ促すだろう、と。ワイヤード氏の元編集長クリス・アンダーソンは、製品を無料で与えることで、潜在的な顧客に、別の製品を買わせる手法は、昔から使われていることを指摘し、使い捨てカミソリを初めて大量生産したジレット社の例を挙げている。同社は、カミソリを無料で配布して消費者を釣り、そのカミソリに装着する買い場を買うように仕向けたのだ。同様に、今日のミュージシャンは、しばしば、自らの音楽を、何百万も、の人が無料でシェアできるように、オンラインで提供し、熱心なファンを獲得して、有料のライブコンサートに来てもらおうとする。ニューヨークタイムズ氏とエコノミスト氏は、オンラインで、何百万も、の人に、一部の記事を無料提供し、その読者の何パーセントかが、もっと詳しい記事を有料購読することを願っている。この意味では、無料というのは、有料の購入に向けた顧客基盤構築のための、マーケティング上の工夫なのだ。だが、そのような期待は、先見の明がなく、見通しが甘すぎですらあるかもしれない。社会の経済生活を形作る、財やサービスの次第に多くが、限界費用はほぼゼロに向かってじりじりと進み、ほぼ無料になるにつれ、資本主義市場は、もっと狭いニッチへと後退し、営利企業は、非常に特化した製品やサービスを購入する。縮小の一途をたどる消費者基盤を頼りに、経済の変遷部で飲み生き延びることになる。限界費用がほぼゼロとなる事態に真っ向から立ち向かいたくないという気持ちはよくわかる。ビジネス界の主流派は、全員ではない、偽、よーくが、未来の世界で、経済生活がどう進展するか想像できない。そこでは、財とサービスの大半がほぼ無料となり、利益が消滅し、所有権が意味を失い、市場は不要となる。その折には、どうしたらよいのか？経済学者の予見。ようやくそう問い始めた人々がいる。彼らは、現代的な経済学理論を築き上げた偉人の一部が、当の昔に、その問題を垣間見ていたという事実を知ったら、少しは、気が楽になるかもしれない。例えば、ジョン・メイナード・ケインズやロバート・ハイルブローナー、ワシリー・レオンチェフといった経済学者は、
資本主義の発展がはらんでいる決定的な矛盾について述考している。彼らは、遠い将来、新しいテクノロジーが、大幅に生産性を上げるとともに価格を下げ、新たな局面を招くのではないかと考えた。20世紀前期、シカゴ大学教授だったオスカー・ランゲは、成熟した資本主義の根底にある問題の難しさをよく捉えていた。すなわち、生産性を向上させ、価格を下げる新しいテクノロジーのイノベーションを目指すことで、資本主義体制は、自らの首を絞めることになるというのだ。1936年、彼は、大恐慌の苦難の最中に書いた文章で、生産手段の私的所有制度は、果たして、経済の発展をいつまでも促し続けるのか、それとも、テクノロジーが進歩する特定の段階で、制度の成功そのものが、さらなる前進の足かせになるのかと問うた。ランゲは次のように述べている。事業主は、財やサービスの価格を下げるテクノロジーのイノベーションを導入すると、時代遅れの生産手段しか持たない競争相手に対して、一時的に優位に立つ。相手が投資していた生産手段の価値は下がる。そのため、競争相手は、私たちは、歴史を通して繰り返し目にしてきた。とはいえ、長期的には、新たな競争者が決まって登場し、テクノロジーを飛躍的に発展させ、類似の、あるいは、代替の財やサービスの生産性を上げ、価格を下げ、市場の独占体制を崩してきた。だが、資本主義の経済理論の指針となる、こうした前提を、その論理的帰結まで突き詰めたとしよう。こんな筋書きを想像してほしい。資本主義体制の稼働ロジックが、あらゆる人の想像を絶するまでの成功を収め、この競争過程の結果として、これ以上ないというほどの極限生産性に、そして、経済学者が最適一般福祉と呼ぶものに至るとする。それは、資本主義経済の最終段階において、熾烈な競争によって、無駄を極限まで削ぎ落とすテクノロジーの導入が強いられ、生産性を最適状態まで押し上げ、限界費用、すなわち、財を一単位追加で生産したり、サービスを1ユニット増やしたりするのにかかる費用が、ほぼゼロに近づくことを意味する。言い換えれば、財やサービスの生産量を1ユニット増加させるコストが固定費を別にすれば、実質的にゼロになり、その製品やサービスが、ほとんど無料になるということだ。仮に、そんな事態に至れば、資本主義の明脈とも言える利益が枯渇する。市場交換経済では、利益は、利ざやの形で得られる。例えば、私は、作家として、自らの知的仕事の成果を出版社に売り、前払い金と、将来は印税を受け取るのだが、原稿が本となって、最終的な買い手に行き着くまでには、外部の原稿整理編集者や製版業者、印刷業者、卸売業者、運送、倉庫業者、小売業者の手を経る。この過程に携わる者が、それぞれ、自らの仕事に見合うだけの利幅をコストに上乗せする。だが、書籍の製造と流通の限界費用が、ほぼゼロまで急落したらどうだろう？実は、これはすでに起こりつつある。次第に、多くの作家が、出版社や編集者、印刷業者、卸売業者、運送、倉庫業者、小売業者を迂回して、作品をインターネットにアップし、非常に廉価で、あるいは無料で、入手可能にしている。一冊一冊の販売と流通のコストはゼロに近い。コストは、作品を生み出すのにかかった手間と、コンピューターを使用してインターネットに接続する料金に限られる。電子書籍は、限界費用が、ほぼゼロでの制作、流通が可能なのだ。ますます、多くの情報が、ほぼ無料で何十億という人の手に渡るようになってくるにつれ、限界費用がほぼゼロとなる現象は、すでに、出版、通信、娯楽の各業界に大打撃を与えている。今日、ネットワーク化された共同型世界で、人類の3分の1以上が、比較的安価な携帯電話やコンピューターで、独自の情報を生み出し、それを、映像や音声や文字を介して、限界費用が、ほぼゼロでシェアしている。そして、今、限界費用ゼロ革命は、再生可能エネルギー、製造業における 3D プリンティング、オンラインの高等教育を含む、その他のビジネス部門にも影響を及ぼし始めている。すでに、世界中で何百万という生産消費者、自らが消費するものの生産者となった消費者が、自らが使う環境に、優しい電力を、限界費用が、ほぼゼロで生産している。約10万人が、趣味で 3D プリンターを用い、限界費用が、ほぼゼロで、独自の品物を製造している。その一方で、限界費用が、ほぼゼロで運営されている、無料の大規模公開オンライン講座 MOOC、MOOC には、600万の学生が登録して、世界でも、
有数の教授たちの教えを受け、大学の単位を取得している。これら3つの例では、皆、先行投資のコストは、依然として比較的高いものの、どの部門も、急激な上昇カーブを描いて成長しており、過去数十年の間に、コンピューターの演算処理能力が、指数曲線を描いて上昇し、